まず、結論から言うと、スパイクはポジションで選ぶということではないということです。でまずなぜそうかというと、スパイクっていうのはすごく履き心地が大事なんですよね。で例えばこちら皆さんがよくこう問い合わせてくるマーキュリアル、これマーキュリアルってちょっと癖が強くて、これ俗に言う皆さんが言うスピードブーツって言われるこう、ね、サイドアタッカーとかフォワードが履きそうな靴なんですけど、じゃあこれサイドアタッカーとかフォワードが履くといいよって言った時に履いても足に合わなかったら結局パフォーマンスって上がらないんですよね。速く走れないですよね、靴ずれしたら。だからこそそのポジションでスパイクを選ぶのではなくて、やっぱり本当に足に合った靴でスパイクを選ぶっていうことが皆さんのパフォーマンスを最大限に引き出す一番のそのことなんですよね。なのでぜひスパイクというのはポジションで何を履いたらいいって選ぶのではなく、本当に自分が履き心地がいいと思うスパイクを選んでもらうことが大事だと思います。ぜひ皆さん参考にしてみてください。